路線バスに乗ってやってきた元気いっぱいの子どもたち、札幌市内やその周辺から通学しています。札幌市東区の義務教育学校福井学園です。9年間の義務教育を一つの学び舎で過ごします。待って！この日は児童生徒全員が参加する年に一度のイベント、自分たちで植えた野菜を収穫する日です。できた！行けました！ちょっと足りないからじゃがいもに食べてみて。異なる学年の子どもたちがコミュニケーションを取りながら協力して作業していますが、実はこの春に誕生したばかりの学校です。みんな何年生ですか？5年生です。2年生です。3年生。頼りになるし、こんな先輩憧れます。授業を覗いてみると、制服を着た生徒が勉強しています。すぐ隣の教室には私服を着た児童の姿が。義務教育学校に小学校と中学校という区切りはありません。6年生に卒業式はなく、そのまま7年生に進級します。中学3年生と同じ年にあたる9年生が最上級生です。全国的に増えている義務教育学校は、小学校と中学校の境界をなくし、9年間で子どもたちを育てます。枠にとらわれない教育で幅広い世代と交流できることが特徴です。去年までは福井小中学校だった福井学園、小学校と中学校が一つの校舎に併設されていましたが、それぞれの先生や児童、生徒が関わる機会はほとんどありませんでした。9年生に外国語を教えている先生、授業を終えて向かったのは4年生が待つ教室です。垣根を取り払い、一つの学校になったことで、たくさんの先生が子どもたちを見守っています。小さい学年からやっぱり担任の先生だけではなくて、いろんな先生方と触れ合うということが義務教育学校としていいところかなと思います。休み時間は授業の準備で忙しいはずの先生も、子どもたちと向き合う時間が増えました。幅広い学年での交流もより盛んになりました。1年生から9年生までが協力し、収穫した野菜でカレーライスを作ります。一人一人が自分のできることを発揮し、そのやりがいや体験が子どもたちの成長につながっています。もうちょっと細かかったよね、去年。なるべく細かく薄く。9つの学年が力を合わせて完成したカレーです。いただきます。普通のカレーよりうまい。うまい。学校でみんなと作るっていうので、なんかしかもみんなで食べるっていうのがさらに美味しさを上げてる気がします。下の学年の子たちは上の学年の子たちに憧れを抱きますし、逆に上の子どもたちは下の子どもたちに対してですね、責任感が増すっていうところがこれからの先に役立つんじゃないかなというふうに思います。一方、地方では少子化への対応としても注目されています。空知管内に初めて誕生した義務教育学校宇多市内学園です。2年前に開校し、1年生から9年生までおよそ70人が通っています。
僕は昔の学園にいつも元気をもらっています。かつて石炭産業で栄えた宇多市内市、空知管内でも有数の一大炭鉱都市を形成し、多くの市民でにぎわいました。しかし炭鉱閉山により町は過疎化の一途をたどり、現在は2700人が住む日本一人口の少ない市となりました。1万人近くいた児童生徒も100人以下まで減り、中学校や小学校は相次いで閉校しました。やっぱり子どもが減少して、小学校が複式学級にならざるを得ない状況になったんですよね。でもやはり地域の願いとしては単式といって、それぞれ 1,2,3,4,5,6 という形で教育を進めていきたいと。そうなった時にやっぱり先生が足りなくなると。そうした時に中学校の先生の協力を得られないかというところが大きなスタートで。町は市内唯一の小学校と中学校を統合し、義務教育学校から新たな町づくりを目指しました。校舎は中学校の建物を改修しました。小学生いるっていうので多分低めに作ってくれて、多分もう2個あるんだと思います。手すりや手洗い場などは体が小さい子どもも使えるよう新しいものを設置しました。中学生と同じになって違和感は感じましたけど、楽しくてなんかいつもより明るくなった感じがしました。学校では授業ごとに先生が変わる教科担任制を1年生から取り入れています。音楽は一人の先生が全ての学年を教えています。問題集を作るときはそれぞれの学年に合わせてひらがなや漢字を使い分けていました。本当は中学校の音楽の教員です。ちょっと戸惑いました。最初は小学生に音楽を教えるっていう経験がなかったので、やはり1年生から積み重ねていけるのはすごくいいことだなっていうのは感じます。9年間を通した学びのつながりで子どもたちの理解が深まっていることを実感しています。掃除は1年生から9年生まで協力して行うのが日課です。子どもたちにとって貴重な機会になっています。閉まっていいよ。よかった。大変なこともあるんですけど、私末っ子で年下の子と触れ合うことがないんですけど、掃除の機会とかで年下の子と触れ合えていい傾向かなと思います。いや、おてんばだけど可愛いのでね。うん。うん、ちょっと緊張してるでしょ。はい。これは去年生徒が作った町の PR 動画です。日本に人口が少ない、みんなは日本に人口が少ないって知ってる？地域活性化を図ろうと動画配信サイトへの投稿を市長に提案したところ、見事採用されました。町は義務教育学校での経験を通じてふるさとへの誇りや愛着が育まれることを期待しています。年下の子たちにはこの人数が少ないからこそ何ができるかっていうのを考えて、この学校を守っていってほしいなって思います。1年生から9年生までもう全員が仲良くなってくれたりとか、お互い尊重し合えるような楽しい学園になってくれたらなって思います。9年間を安心して過ごせる居場所を目指して、義務教育学校から子どもたちの新たな学びが始まっています。